皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、おやすみなさい、かんみです。今日は妖怪ウォッチ 3DS ゲームのアイテムですね。ヒットポイント30回復してくれる梅おにぎりを作っていきたいと思います。はい、それでは白い粘土を用意してください。私はオーブン粘土紐を使っています。で、それをおにぎり型に成形していきます。よいしょよいしょ。三角おにぎりですね。はーい。では、次に歯ブラシで質感をつけていきまーす。はーい。全面に一応見えないんですけど、糊をかぶせたら。一応、全面にしておきますね。はーい。こんな感じで、できましたー。次は、梅干しでーす。赤い粘土を用意しまして、くるくるーっとまん丸にしまーす。そして、そのまん丸粘土に、ほんの少しだけですけど、ちょっと色をソフトパステルでつけていきまーす。もう気持ちですね。これもう、別につけなくても全然いいですよね。リアルさはさほど出してないんですけど、まあ気持ち、こんな気持ち、色をつけてまーす。はい、こんな感じで、梅干しちっちゃいのでちょっと色がつけにくいんですが、つけてまーす。はい、できましたー。こんな感じでーす。あんまり変わんないね。あんまり変わんないですね。はい。では、次に、このおにぎりさんと、に穴を開けていきます。梅干しが入るくらいの穴をクリクリと開けまして、はい。ピンセットでポコッと乗せました。はーい。梅の上にある赤い点がすごく気になりますね。私こういうのちょっとすごい気になるタイプなんですけど、また後で撮りたいと思いまーす。はい。ちょこっと梅が出てるかなーっていうぐらいまでにしてまーす。次に黒い粘土を平べっちゃにしてまーす。海苔ですねー。それを、海苔の大きさに切っていきまーす。カッターがね、怖いんですよね、私実は。この長いカッターが怖いんですけど、こういう時はやっぱり、こういう刃だけの方がいいのかなーと思いますね。こんな感じに切れたら、次に海苔を巻き巻きしていきましょう。はい。こうやって一周、巻いてみて、微調整をしていきまーす。で、糊が長かったりしたので、切っていきまーす。調節しますね。皆さんは何のおにぎりが好きですか？私は梅おにぎり好きですね。この時期ですよね。もう子供はもう鮭と昆布しか食べないですね。はい。マヨネーズが苦手なので、ツナとかは食べれないんですね。私は大好きなんですけどね。この美味しさがわからないんで、もうちょっとしたらわかるのかなと思います。はーい。そして海苔をべったりと巻きつけていきまーす。ペタペタペタ。どうですか？ちょっと似てきましたか？こんな感じになりました。はーい。やっぱりこの赤い点気になります。取っちゃいましょう。ちょこっと。針やピンセットで取っております。そして手でなじませて、しまいには歯ブラシで 歯ブラシでちょっとなんとかなじむように、こんな感じで。いきますね。頭ポンポンポンって感じで。なんかちょっと可愛らしい感じですよね。すごく目とか口とか描きたくなっちゃいます。はーい。では、ちょっと糊を微調整してま
あんま変わんないんですけどね。はい。はい、こんな感じで、できました。はい。ちょっと立っちゃおう。ちょっと見えてます。はい。ここの部分はもうこのままでいいですかね。そして、梅干しを乗せた周りって意外とちょっと赤っぽくなってるじゃないですか。それでソフトパステルのちょっと明るめの赤で、もうほんの気持ち、ちょっとね、色をつけようかなと思って。つけてまーす。こんな感じでーす。ちなみに、おにぎりが好きな妖怪は、ブヨジンボ、力持ち、ヤマト、モレゾウ、ヒモジ、私の大好きなヒモジとかも大好きですよねー。はーい。梅おにぎりのお菓子でーす。はい、ありがとうございます。最後まで見てくださって。とても嬉しく思いまーす。またこうやって作っていこうと思うので、もしよかったらチャンネル登録お願いしまーす。はーい、ありがとうございました。Thank you.